では腰いきます。はい、どうですか最近腰の調子は。そうですね、座ってることが多いからちょっとあまりよろしくないかも、うん、よろしくないとは。ぎっくりとかになりそうな感じですか。ぎっくりはまだ大丈夫そうだけど、なんか硬いとか固まってるとかっていう印象はあるかな。硬い、うん、刺激はあるけどまだ、うん、まあでも、うん、硬いのが分かる感じ、うん、硬いのが分かる感じ。その奥は相変わらずいつもいるって感じですよね。でしょ、この、うん、ちょっと下か、ここに上の奥はいますね、いつも。動かせる骨でね、うん、ですね、上関節があって上骨量、上骨量上骨量です。これって腰痛い人にやってあげるのって見ながらっておすすめですか？うん、そうですね、腰で、あ、腰痛い人ってうつ伏せとか仰向けとか長時間つらかったりするから、ちょっと横向きでやるのもいいんじゃないかな。うん、あとこう寝てくれるからちょっとここがまっすぐ寝るよりもちょっとこう寄るので、うん、ここがたわむのよね。だからちょっとこう入りやすくなる、うんうんうん、だけど入りやすくなるか押しすぎ結構注意しないと、サイドからちょっと後でやるけど、うん、この場合は結構内臓の方もね触るので。なんか昔はこれ横からこう中心に向かってギュッてやってもらうの好きだったな腰はね、最近お客さんはいないけど、働いてる時とかこう揉まれすぎて、揉まれたタコみたいなのが腰に多かったかな。うん、多分塊になってるのは大体そうよ。元々の硬さだけじゃなくて、揉まれタコ、うん、誰か自分で押したりもしちゃうじゃない腰は。そうですね、うん、だからペンダコみたいな感じでタコになってる人は、うん、多かった。で辛いと結構ね、なんか棒とかなんかどっか硬いのに押し合ってるとかいう人もいるからね。あー、そこ横いいな、聞くな結構ね、圧が奥に入りやすくなるので、うん、最近あれなんですよね、昔は仰向け全然平気だったけど最近仰向けにならないと腰痛くなるんですよね。うんうんうん、仰向けはずっとだったらできると思ってたけど最近仰向けの方が辛かったりする。うん、まあちょっとね、膝つぶれたりとかすると楽かもしれない。なんかコロコロ変えるのが最近気に入ってるな、うん、体勢を。同じ体勢が長くできない結構ここの背骨だから割と巻き顔してる感じね。おお、一番下のフロッコツなの。ああ、そこにフロッコツが。キワキワです。へえ。へえ。嫌でしょ。フロッコツって折りやすい。おお、なんか嫌な感じがする。うん、嫌でしょ。これグッてきたら。へえ、確かにそうだ。うん、へえ。でもここの、この腰椎と胸椎の
間が一番動くから、ここは止まりやすいんだよね、疲れが。フロッコツって浮いてるんでしたっけ？浮いてます。ついてないと。そうそうそう。2本ね、これともう1個。2本浮いてるんだ、うん、この2本目は結構この辺までいるじゃない。長いよね、うん、ここ嫌でしょ、うん、これ確かに一番下のフロッコツ今押されててあんまりいい感じはしなかった、うん、でもここはやられたいじゃない、キワキワは。あ、こういう腰とあばらの境目。確かに。なんか自分の場合は、うん、背骨と骨盤の近くの方が好きかな。違う、うんうん、こっちの方が好きかな。やってほしい、うんうん、あれとしてはそっちの優先順位だから。こっちね、うん、もうちょっと上、この辺りが、うん、その辺りが一番、うんうんうん、まあ、骨っぽいのがこの辺だから、まあ、ちょっと上な感じだね、うん、あ、そっか、そこら辺になると背骨も太くなるのか。そんなことないか。まあ、太くなるってなる。でもそこにある程度やっぱね、負担いろいろいくもんね。うん、ああ。おお、いいですね。おお、なんかシンプルに押すのもいいけど、ちょっとこう揺らしあると響くので、うん、こっち揺らしでもいいし、さ、うん、て、おお、両方気持ちいいな。うん。おお。お筋っぽいね。そこはなんかあんまり鈍感っぽい。ほんと？あ、いた。いたいた。めちゃくちゃいる、いた。うん。おお。めっちゃいる。へえ。角度によって全然違う。うん。感触が。今に鈍い。うんうん。そこ、その角度は、うん、角度ってちょっと多分ポイントも違うと思う。さっきのここってここでしょ。そう、ここ、うん、多分筋肉の繊維が多分ちょっと違 う、 あ、そうなんだ。これってだよね、うん、うん、めっちゃ気持ちいい。おー、ほんのちょっとね、1ミリ、2ミリ変わるだけで全然違う、される感覚も違うし、うん、ね、うん、残ってるところそもそも違うからね。これは何なんだろうね、この、うん、痛気持ち、痛気持ちって言わないかな、こう響くのって、うん、体は何のサインなんだろう、うん、それが使いすぎてこわばってるんじゃないかな。押されるとなんかこわばりが溶けていくとか、なんか周りの神経に触れるとか。仙骨も気持ちいいよね、それね、うん、おお、そこいるね。何？肋骨にはきっちゃう。うん、なんかいるね。うん、なんだそこ。まあ座りっぱなしだからここに
結構重さが乗ってるんじゃないのかな。あ、それはあるかも。うん、そこも気持ちいいんだよね。ねえ、お尻は気持ちいいですね。気持ちいいよね。うんうん、おお、そこ。これなんか硬いのが。うん、そこ。何それ。画面から消えそう。ちょっとフレームが。どうでしょうか。うん、楽になりました。なんかね、うん、ワーンってしてる、うんうん、なんか温かくなってる。いいね、ここ溜まってた。ちょっとなんかなくなった感じ、うん、なんか感じ、うん、いない。だいぶなんかふわっと、ありがとうございます。だいぶなんかふわふわした感じがする、ね、うん、ふっくらしました。うん、はい、ありがとうございます。